ででんでんででんででんでんででんででんでんでででんででんでん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 ででんチャララででんでんででんででんでんででんででんでんででんチャララチャララ、ちゃんとできてないしね。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。さあ、 I'll be back の、の、あれね。はい、本日も B さんにお付き合いいただいております。お疲れ様です。いやいやいや、あの、なんでこんなしょうもないことやったのかってね、もう皆さんご存知だと思いますよ。 I'll be back というのがターミネーターでございます。いやいや、 なぜ I'll be back なのか、ちょっとやっとあの春先のめんどくさいのがちょっと一段落して、ここからあの全開走行ね、まあ動画もそうですけどね、あのうちの業務の方も全開で吹っ飛ばしていこうということで帰ってきたぜと、I'll be back だぜと、アスタラビストベイビーみたいなことでやらせていただこうかなと思っておりますんでね、すごいターミネーター好きありがとうございます。あのターミネーター2のあのガンズのあの曲いいですよね。ああ、ガンズのね、あの、あれ好きです。あれかっこよかったね。いや、もう、まあ、ターミネーターやっぱ2が面白かったかな。うん、俺もそう思う。いや、何の話だよ導入部分がおかしいよねあの、まあ、オープニングそんな感じなんですけど、このお話で何がしたいかっていうのがね、まあ、うん、まあ別にないっすいや、あの、僕の出所祝いじゃないけど、ね、なんていうのかな、ちょっとこうだいぶね、春先楽になったなということで、まあ、Pさんと、まあ、楽しく飲めたらいいなみたいなことになっておりますけども、あとあれですね、まあ、どうなんだろうな、 P さんどう思うか分かんないけど、ちょっと僕ねご提案したいのが、あの、こう動画やってて、なんつうかな、とても皆さんのこう応援していただいててっていうのがあるので、まあ、例えばねご同業に近いような方とか、なんかこうこうやって YouTube で一生懸命なんか動画やってらっしゃるみたいな方いたら、なんだろう、あのアンドライド的な要素を入れてもらったら、僕ちょっと応援に駆けつけたいなみたいなとこあるんですよ。なんか面白くないですか、なんかあのどっかでね、バイク、子供後ろ乗っけてちょっとツーリングに行ったアンドライドの動画みたいな、ちょっとキーワードなんかがあったりとか、コメント欄なんかにこんな動画撮ったんだけどみたいなことあれば、ワイズファクトリーが、コメントを入れてチャンネル登録させていただいて、こんな動画ありますってご紹介させていただくみたいなね、まあチャンネル登録者数ね、うちはお仲間さんって言ってるけど、まあ2000ぐらいの規模だと、まあささやかじゃないですか、 YouTube の業界ではね、うん、まあね、うん、まあそんなお力添えに、ね、なるとは思わないけど、なんかちょっとそういう輪をね広げていけたらいいなという感じもあるので、なんか、でうちの動画見てもらうとさ、ほら、あ、なんだこんでいいんだみたいなことあるじゃんさっきのね、ああみたいなででん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 のね、あ、なんだこれこんな YouTube 上げていいんだみたいなさ、結構ハードル高いと思ってた人に勇気を与える動画にはなってると思うので、まあ、あの、みんなでね頑張っていこうじゃないかみたいな趣旨でやっていきたいなと思っておりますんで、まあ、何かあったら声かけてください、応援に駆けつけますよ、ね、別に本当にバイクで駆けつけるわけじゃないですよ、あの動画でいいねとかね、コメントとか、あのうちのお仲間さんご紹介するみたいな形でね、もう応援っていうか、こうそうやってつながってね、ちょっとずつ輪をアンドロイドな輪を広げていっていけたらいいなとは思っております、はい、まあそんなお話でした。あとなんかあれよね、最近ちょっと春先になってきて車両の動きなんかも出てきて、まあ、ここからが本題かな、うちの仕事の話なんだけど、下取り買い取りの話ですよ。あ、下取り買い取り、うん、はい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 。でうちってさ、まあね、250cc 以下がメインの仕事になってるので、まあ下取り
って言ってもね、 50cc の下取りとかって難しいね。原付2周ぐらいで下取りか。下取りね、難しいんだよね。うちでほら、あの原付を新たに買うって言ってさ、乗り換える時ってもうぶっ壊れちゃったよねとかさ、この間もあの伝説の V125 をね、乗り換えていただく時にもう9万キロ乗った奥さん、いやもう9万キロってもう再販できる距離じゃないから、すごい、もうもはや下取りじゃないんすよ、処分代もらいたいそうですねなかなかね、あの再販、あのあれですよ、買い取るとか下取るって僕らも売れるから買えたり下取りができるわけなので、まあ申し訳ないけど、あの普通に考えていただくとね、下取りの値段とか買い取りの値段つけられないのクオリティのものっていうと処分代はいただきたいですが、乗り換えいただくときに下取りということであれば、その上物の値引きをね加味して値段を、だからどっちでもいいんですけど ね、下取りの値段つかないけど乗り換えてもらう方の値引きをするのか、値引きはできないけどこっちをじゃあ頑張って下取るよ、そんな数字のマジックなら物はいいようなだけだ、まあ一緒だっていうことですよね。そうそうそう、ね、だからそういう話もね、よく、まあこれからの、まあ、白帯さんなんかは何のこっちゃっていう話かもしれないから参考にしてもらいたいですけど、その物はいいようのマジックに騙されないようにしてもらって、なんつうかな、言ったらね、なんだよ下取ってくんねえのかよ、買い取ってくんねえのかよ、いやそのあのもうねえ、だから墓場に片足突っ込んだようなバイク買えるわけねえだろっていうのがちょっとやっぱね、皆さんなんちゃら鑑定団とか、はい、ほら、はい、ああいうのっていうのが、うん、今テレビでやってるじゃないですか、うん、そういうのとなんか勘違いしてもらっては困りますよね。 そうですね、あれは結局超有名なね、画家さんだとか、あとこの器を作る人たちだが、そのなんだろう、ある程度のもうなんだろう、古美術的な国宝級なものだって出てくるわけでしょ、倉庫で眠ってたものをこれなんかさ捨てようと思ったんだけどさって言ったら4000万とか、だからバイクとか車とか家電製品とかなんていうのはそういうものとはちょっと違うわけじゃないですか、全くもって、定価より高く買い取れな価格なんかつくわけないんだから、まあ普通にね、ただオートバイの中でもさ、その古美術みたいなさ、あのレアものが出てくる、こともあるんだけど、それはね、まあ、なんつうか、だから欲しい人がいるから成り立つ話じゃない。そう、需要と供給ですもんね。そんなもん出てきたね、こんなレアな古美術品みたいな、それは欲しい人がいたからそこで値段がつくんだけど、じゃあオートバイもまあそりゃそうですわ、もう作ってないし、こんなレアなバイク欲しいね、新車当時の定価の2倍の金額出しても欲しいみたいなことはあっていいと思うけど、普通に考えていただくとね、何のプレミアムもついてない原付が壊れた状態で、誰が欲しいの処分代くださいよっていうことにはなっちゃうのでね、まあ申し訳ない話ですけど、でこれね、あのまああんまりあの下取り買い取りの話ってもう、あの店舗ごとにものすごくあの得意不得意ね、あの得手不得手もあったりとか、あの例えばうちは大型車の買い取りは得意だけど原付はダメだとか、うちみたいな規模の店っていうのは大型の買い取りなんか苦手だけど原付なんかはきちんと値段つけてあげられるわけだから、そういう、いやそういうのはなぜかって言ったら、うち原付売ってなんぼだからさ、あの再販できそうな原付にはきちんと値段つけてあげられるわけ、はいはいはい、店頭で売れるから、はいはいはい、でもあの店頭で売れないものに関しては値段ねしっかりつけても、いやいや結局最後オークションに出しちゃうんだったらね、じゃあオークション値段より高くは取れないわけ、そのだって赤字になっちゃう、ただのねバイク好きのいいおじさんになっちゃうから、ね、それは商売成り立たないわけですからね。だから基本的には店頭で買い取る金額っていうのはオークション価格の相場より低い金額で買い取らせてもらって、はいはい、最悪店頭で売れなかった時はオークション出して少し利ざやが抜ければ赤字にはならないなっていう基本的なスタンスがあるんですよ、うん、だからまあなんちゅうかね、
そらそうでしょう、うん、ただうちはあの原付の1種と2種に関してはもう店頭で売るもののメインなので、買い取りのご相談なんかいただくとオークション相場に近い値段で取れますよ、はいはい、だって僕在庫を仕入れるときにオークション行って、ね、買ってこなきゃいけないもの店頭で、ね、ああこの品物だったらオークション相場で買わせてもらっても、うん、オークションに行く手間が省けるとか、そうです、そういう値段がつけられるので、うん、ぜひそういうところでね、あのコンディションのいいものを売りたいとか、あの、まあ、もしくは新しく乗り換えたいものがあるので、まあ、今のバイク今乗ってる原付ね、すごくコンディションいいけど、まあ、泣く泣く乗り換えるわ、うん、こっち乗りてえからみたいなことあれば、うん、そういうのはやっぱりあのうちみたいなね、原付1種2種強い店にご相談いただくと、うん、結構いい値段つけられますよ、うんうん、しっかりとした、ね、値段はつけますよね、うん、そう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 、うん、だからうちのメインの商材なんでですよね、うん、ところがね、うちの店頭に並べても売れないようなものだと、あの最後はオークションに出さなきゃいけないかってなればね、あのオークションの相場よりちょっと低い金額で買い取らせていただかないと店の経営がね、うん、成り立たないので、うん、まあまあそこはね、まあ普通に考えてもらえば分かると思うけどね、もうじゃんじゃんね、オークション相場で買い取ってさ、うん、あの店頭で売れなくてさ、じゃんじゃんオークションに出してさ在庫抱えちゃって全部オークション相場で売れてさえ、利益がうん、トントンだったね、いや潰れんだろその店そんなんアホだろそんなんね、だからあの高く買って、安く販売するっていうのはいや、あのこっちの気持ち的にはそうなんですよ、うん、もう高く買いますよ、うん、そして安く販売しますよ、きちんと整備したものを安く売りますよ、うん、みたいな、それこっちの気持ちだけど、お客さんとはね相まみえないところで、うん、っていうことなので、うん、まあまあだからあのうちに関して言えば、あの他店の批判とかそういうことじゃないです、うん、うちに関して言えば、ね、あのご近所相手にやってるから、うちでお仕事いただけるというようなことがあればぜひご来店いただいて、査定させていただいて、オークション相場なんかもちゃんとお教えして、これこれこういうわけでこのお値段になりますというのはちゃんとご説明させてもらってますんで、こんぐらい利益くださいよとかって店頭で普通に言ってますから正直でよろしい本当にこんぐらいもらえないと僕やっていけないですよとかって言ってますんで、まあまあぜひね、そういうのあのだからこうね、動画とかね SNS とかではだからできないことなんですよ、うん、テント来てもらって直に品物見させてもらって、そうなんですよね、もう笑い話にしながらこういうことができるので、まあぜひね、興味ある方は、興味ある方っていうか、だからうちの証券ね半径 500m だって言ってますからご近所の方ねお仕事いただけるんであればこういうのご相談ください、はい、もちろん遠方からね遊び来ていただくお客様っていうのはもう全然あのいつも言ってますけど何のお構いもしませんけども、あのこんなおっさんの顔を見に来ていただけるのはありがたいので、ぜひねじゃんじゃん、遊びに来ていただければと思ってますけど、うん、本当にお構いはしませんけどねそんな一本になっておりました、はい、ありがとうございます。ちょっと春先になってきました、暖かくなってきました、動画も、お店の店頭のお仕事もここから全開で頑張っていきます、よろしくお願いします、はい、よかったらチャンネル登録なんかもして応援してください、よろしくお願いします、お願いします